歳モデルタレントのニコルンこと藤田ニコルさん25歳が俳優稲葉優30歳との結婚。何を言う稲葉優。でも稲葉優って何者って話なんだけど、ご覧あれ。レッツ変身仮面ライダーマッハッピーサー。レッツ変身ってなめとんのか。そう、彼は仮面ライダーマッハ役。身長175センチ、好きなタイプは年上のメス。てめえ、ニコルちゃん5歳も年下じゃん。嘘つき。まあ分かってたんだろうな。お面ライダーって、お年を召した熟女さんのファン多いから。セクシーメガ。言っても2021年、2年前には、ニコルンと同棲の噂もされており、やっとのご結婚ですわ。しかし私は知っているぞ。ニコルがすごい腰使いをしているの。52キロの岡村も。これやっとんね。稲葉優と CW ニコルさんは Twitter で結婚発表。私事で大変恐縮ではありますが、私ども稲葉優と藤田ニコルはこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これからは家族としてお互いを支え合い、穏やかで幸せな家庭を築いてまいります。人生で起こる困難な出来事にも手を取り合って立ち向かい乗り越えていきたいと思います。そして皆さんに喜んでいただけるお仕事ができるよう精進してまいります。ほんまに言うたな、このルックス至上主義め。とでも言うと思ったか。25歳と30歳っていい年齢じゃね。19年結婚と違っておーっと熱やつい。もう用意周到にこんな風にウェディング写真がありんす。妊娠はしていないとのこと。ニコルの事務所オスカープロモーションは記者会見なしという。この大物ないし中物カップルの結婚にヤフコメは、まあ、長いので予約すると授かり婚じゃなくって2年以上付き合って結婚とか偉い好感持てるおめでとうとか、10年ちょっと前の戦隊ものマジレンジャーで光先生を演じていた方の教え子さんですよね。え、マジレンジャーの光先生ってマジ社員か。もう予約するとマジ社員は俳優を引退してマジ正社員にはならず高校の教員になった。その教え子がなんとこの稲葉うわー無料っす。光先生はいい役なんだ。そしてこの藤田ニコルは昨年に2億円かけて家を建て、そこに撮影用スタジオを設置し、さらに先月には女性専門パーソナルトレーニングジムを新たに立ち上げ、うれしいです。だからあんなに腰が強いのか。納得。これについて我思うのはニコルンを泣かすなよ。光先生っていい役者だったのよ。人気もあった。あ、でも志が高いから教員になって、もうニコルとかどうでもいいわ。お幸せに。てかった。